森岩監督です。お疲れ様でした。ありがとうございました。アジアの厳しい戦いが本当に初戦からあったと思います。まずは試合を振り返っていかがでしたか。アクシデントは、ね、想定していたとはいえなかなか厳しい試合だったのでね、これを次に生かしたいなというふうに思います。まさにそのアクシデント、先制点を取ってから数的不利になってという展開でした。監督ご自身としてどういうことを考えて選手たちにはどういう言葉をかけたんでしょうか。戦術的な要素は選手に伝えましたけれども、あとは選手の個人個人の個人戦術であったりグループの攻守においてのつながりというのは非常によく出てたんじゃないかなというふうに思いますね。改めてこうアジアの厳しさを思い知らされた、私たちも思い知らされた試合でした。次の UAE 戦に向けてはどんな準備をしていきたいですか。回復としっかりと分析をして、23人全員で UAE 戦に向かいたいなというふうに思います。ありがとうございました。大岩剛監督でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。